松村貞田から1923年2月21日は日本の外交官、ウラジオストック総領事、サンパウロ総領事等を歴任。1868年10月21日、土佐国土佐軍がモブ村に土佐藩士の次男として生まれる。1886年にドイツ学協会学校に入り、ドイツ語とラテン語を修行し、1891年に 和仏法律学校に入学し、1894年に卒業する。1897年に外交官を及び領事官試験に合格、外務省に入省し、上海領事官補として勤務する。北進事変の時には、上海日露戦争の時には、ヨーロッパにあって活躍し、観光総領事時代には、第一革命が起こり、居留地の保護及び、 列国領事等との接衝にその手腕を振るう。1913年に、ブラジル公使館一等書機関検書代、サンパウロ総領事に任じられ、1919年までの約6年間ブラジルに在勤する。シベリア出兵の際には、軍司令官付け外交官として、カラフトに駐在し、鉄兵時には、ウラジオストック総領事に任じられる。シベリアからの鉄兵後、 1923年2月21日、シベリア出兵での外交折衝による過労が原因で没する。サンパウロ総領事として土地の購入、開拓など植民地の発展に大きく貢献し、古い移民たちは幾道音に松村総領事は偉かった。歴代の総領事中松村さん以上の人物はいませんなとその徳を称えている。ありがとうございます。